ルーシーさんあんたを優秀な精霊魔導士と見込んで頼みたいことがあるんだええいきなり何ルーシー様に協力してほしいお仕事があるのです私たちのところに来た依頼なのですがユキノその様子だともしかしてギルドにはいマスターの計らいでまたセイバートゥースに戻ることができましたユキノ マスターはやめろって言ってるだろう今まで通り呼んでくれよはいスティング様そっかよかったじゃないそれで私に手伝ってほしい仕事ってこいつだ遺跡を調査してほしいっていう依頼なんだけどその遺跡にははるか昔に作られた精霊の鍵が眠っているらしいのですできればそれを探してほしいと 雪がその鍵に興味があるらしくてな精霊の鍵なるほどそれで私にいいわよ手伝ってあげるありがとうございますルーシー様じゃあよろしく頼むよルーシーさん <noise> よしそれじゃあ出発だはい それにしてもこの依頼主の人を見つけた鍵は譲ってくれるなんて太っ腹ね主目的は遺跡の調査ということでしたから調査結果をきっちりまとめて報告してくれればよいと俺文章苦手だからそこはルーシーさんに任せるよルーシーさんって趣味で小説書いたりするんだろえっだ誰から聞いたのって聞くまでもないか夏ね というか私に話を持ってきたのってそういう理由もあったわけねはは <laughs> バレたか頼りにしてるよルーシー様私もお手伝いしますからまあ頼りにされるのは悪い気はしないけどねさあ行きましょう <laughs> ルーシー様遺跡はこの先です 遺跡の周りにはモンスター様も出るらしいので気を引き締めていきましょうモンスターにまでさまづけしなくても調査であんま力になれねえ分戦う方は俺に任せてくれよ近づくモンスターは俺がぶっ飛ばすそう例えばあいつみたいなもモンスターっ雪っの 大大丈丈夫かははい、私は大丈夫ですあ、私の鍵があいつユキノの鍵を取っていったので私はまた鍵をごめんなさい精霊のみんなあいつ遺跡の方に逃げていったなちょうどいい取り返しに行くぞユキノのそばから離れるなよ あっちの方ださあ逃げるなら今のうちだぜ天を破り天を開きあまねく全ての星々その輝きをもって我に姿を示せテトラビブラスは我は星々の支配者 アスペクトは完全なり荒ぶる門を解放せよ全天88世ブラノメトリ白竜の方向 扉アクエリアス。ーらーああ、り。白竜の鉄拳。物足りねえな。もういっちょいくか。 片付いたかスティング様ありがとうございますちょっとお前どうしたんだよ泣くな泣くなってだって嬉しくて私を守るって大事な仲間だって言ってくださって雪キはああ俺はギルドを一から作り直す 仲間を大切にするギルドにするって決めたんだだからお前らがピンチの時はマスターの俺が絶対に助ける私セイバートゥースに戻れて本当によかったですこっちこそお前が戻ってきてくれて本当によかったよあはは、<laughs> 私はお邪魔みたいね であールーシー様、どうかされましたか鍵あったよ取られちゃってた雪乃の鍵 <laughs> よかったみんな無事ですよかったなってなんか鍵の本数が増えてねえかこの1本は私の鍵ではありません ってことはそれが依頼にあった遺跡に眠る鍵見せて随分ボロい鍵だなそんなんで本当に精霊が呼べるのかあーダメみたいこれ完全に魔力を失っちゃってるわってことはただのガラクタってことかああ、うん、骨折り損だったかい,いえ本来の目的は遺跡の調査ですから 依頼者様のためにしっかり調査してレポートにまとめましょうただいまルーシー様お疲れ様でした手伝ってくださり本当にありがとうございますいいのいいの私なんて大したことしてないし いえ依頼者様も非常に読みやすいレポートだと褒めていらっしゃいましたルーシー様は素晴らしいと思いますあ <laughs> ありがとうでも鍵のことは残念だったねもう力を失ってたなんていえ私はいいんですもっと大切なものをもらいましたからあどうしたユキノオの顔になんかついてるかいえなんでもありません,んじゃ 俺たちはそろそろ帰るわルーシーさん手伝ってくれてありがとうなまた会いましょううんバイバイうん違うこれも違う違う 私の求めるパルファムはこんなものではないやはりこの思考のパルファムを完成させるにはあの花が必要なのかしかしあれは森にごくまれにしか咲かないというどうやって手に入れたものだろうかあれどうしたのずいぶん声の大きな独り言だけど新しい魔法の開発をしてるらしいわよ。 でもなかなかうまくいかないみたいねふ、うんなんでうちのギルドに来てまでやってんのかね必要な素材がこの辺りで取れるんじゃない,いやあマスタースティング調子はどうだエルザさんこんにちは。 マスターはやめてくださいなんだかくすぐったくて恥ずかしがることはあるまい名誉なことなのだからそれよりセイバートゥースの活躍は耳に入っているぞこれも新マスターのおかげか俺はまだまだです仲間に支えてもらってばかりででもそう言ってもらえるなんてお世辞でも嬉しいですよお世辞なものか本心だよそれで 今日は何のようでうちのギルドにナツさんに会いに来たんだ今日はマスターとしてじゃなく、一人の魔導士として <laughs> そうか、わかったおい、ナツなんだよ、だ、スティングじゃんナツさん、久しぶり今日は一つお願いがあって来たんだお願いなんだよ大魔マ演ウの時の借りを返したい 結局最終日は戦えなかったしねここでもう一度戦わせてくれ <laughs> そういうことかそれなら断る理由はねえやろうぜスティングああ行くぜナスさん とはっ 負けた負けたどうだ似たかやっぱり強えよナツさんはくそ俺じゃまだまだ及ばないかでも大会の時より強くなってるぞあの時は1対2でも勝てたけど今は差してもギリギリだなあナツさん俺もっと強くなりたいんだギルドのみんなを 仲間を守るためにたまにでいっしさんたちと一緒に戦わせてくれないか夏さんやフェアリーテイルからいろいろ勉強させてくれよ何言ってんだそんなの今更さらだろみんなでドラゴンと戦った時から俺たちとっくに仲間だろうがあありがとうなつさんこれからもよろしく頼むよ よろしくな ルーシーどうしたの大きなため息ついちゃってミラさん今さら大魔党演武のことを思い出してたんですけど私みんなの足引っ張ってばっかりで全然活躍できなかったなって <laughs> 相手も悪かったしでも私悔しかってまあまあ落ち込んでないで気分転換にお仕事でも行ってきたら ほらこの依頼なんかいいんじゃないうーんそうします頑張ってきてね